オーストラリア北部の奇跡の現象。目の前にすごく長い線があるモーニンググローリーが、全長1000キロにも及ぶ奇跡の雲、モーニンググローリー。雲の表面をよく見ると猛烈な勢いで回転しているのがわかる。モーニンググローリーは強大なエネルギーの塊。グライダーはプロペラを止め、静かに上昇気流に乗った。雲乗ってますよ。ちょっと浮いてる感じです。空の旅はオーストラリアを離れ太平洋を北上。まるで宝石のような美しい景色が広がっています。見えてきたのはパラオの絶景。化石化したサンゴが隆起して作り上げた島々だ。さらに北上を続けると現れるのが日本一の山、富士山です。もう最高に美しいです。日本を代表する絶景、富士山。四季折々に変化するその姿は日本人の心に深く刻みつけられている。そして世界一のタワー、スカイツリーがそびえる大都市東京上空を通過、千島列島、カムチャツカ半島へ。おー、新しい噴煙が上がりました。灰色しています。地球はこうやってできたんでしょうね。ロシア最東端に位置するカムチャツカ半島。カムチャツカとは先住民の言葉で火の国を意味する。その名の通り、今も活火山が30近くも存在している。火の国カムチャツカからベーリング海峡を越えアラスカへ。北米大陸の最高峰マッキンリーを横目に見ながらアラスカの氷河を越えると見えてくるのはロッキー山脈。4800キロにわたって大陸を縦断している。世界三大瀑布の一つナイアガラの滝を越え、大西洋を望むアメリカ東海岸最大の都市ニューヨーク上空を通過。さらに赤道を目指す。青く澄んだカリブ海に見えてくるのはベリーズバリアリーフです。とっても長いサンゴ礁です。全長300キロに及ぶ北半球最大のサンゴ礁、ベリーズバリアリーフ。その中にあるのは直径300メートル、深さ120メートルの縦穴、ブルーホール。石灰岩の大地が陥没して開いた穴が海に沈んでできた奇跡の絶景だ。さらに南下すると南米にも石灰岩の大地の陥没が生んだ奇跡の絶景があった。地球最後の秘境、ギアナ高地。高さ1000メートルもの断崖絶壁が20キロも続く。シャーロック・ホームズでおなじみの作家コナン・ドイルはここをロストワールド、失われた世界と呼んだ。世界で一番長い滝、エンゼルホールが見えてきました。大興奮です。中でも最大のテーブルマウンテン、アウヤンテプイの断崖には世界最長、落差979メートルのエンジェルフォールが流れ落ちる。この滝、水は下に落ちる前に霧になってしまうため、なんと滝壺がない。なるほど。ギアナ高地は今なおその 99% が人跡未踏の地である。ここからアンデスを越えて太平洋に目を移すと、ナスカの地上絵です。見事に地面にくっきり描かれてます。南米ペルー、その海岸沿いには乾いた大地が続く。そこに刻まれた古代人からのメッセージ。およそ70年前、飛行機の搭乗によって発見された地上絵は今や人工衛星によって宇宙からも解析が行われている。そしてペルーから南へ、アルゼンチン、パタゴニアの大氷河を通過。海を越えれば見えてくるのは地球上でただ一つ国境のない大陸。
雪と氷に覆われた白い大陸南極。空から見ると流氷はその9倍もの大きさを海面の下に隠していることがわかる。地球一周空の旅は人類が最後に到達した白い大陸で終わる。なぜならそろそろクエスチョンの時間だからだ。もうすっかりもう忘れた。空から見た世界各地の絶景いかがでしたか。さてここはアメリカの絶景ポイント、グランドキャニオン。そのグランドキャニオンの近くに火星によく似た場所があります。ここは火の谷、バレーオブファイヤーと呼ばれているところです。確かに燃えるような赤い岩で囲まれています。火星みたいですね。昨年末、新たな火星の探査衛星が打ち上げられて、それが到達するのが今年の8月。その時私たちは見たこともない火星の絶景を目の当たりにすることができるようになるのです。ではここでクエスチョンです。火星の日没の光景と地球の夕景、決定的に違う点があります。ではその違う点とは一体何でしょうか。今まで出てきた、火星人出たで、火星人だ